杉本和都氏は、福井県出身の警報学者。早稲田大学大学院法務研究科、教授。現在、同大学院設置の法務教育研究センターの副所長。過去には、愛知法律研究会や日本法哲学会などに所属しており、現在は、日本警報学会に所属している。曽根武彦に指示。刑事分野において、専攻は、 因果関係の警報的貴族論であり、中でもとりわけ相当因果関係と結果回避可能性の関係を専門とする。論理的な話し方とテキパキとした口調で展開される授業に定評があり、わかりやすさと相まって学生からの人気が非常に高く、その人気は他大学でも話題となっている。愛知学院大学での教員時代には、 同窓会定期総会での大抽選会にて一等のパナソニック製ブルーレイレコーダーが当選するも、くじは恐ろしいもので、私がこのような賞に当選してしまいました。大変恐縮で申し訳ない気持ちです。大切にさせていただきますとコメントしており、謙虚で温和な性格をうかがい知ることができる。曽根竹守美子に支持しており、松原義弘や北川佳よとは兄弟弟子になる。 当席貴族説因果関係論について、杉本説によれば、相当因果関係事例と結果回避可能性事例の解決をともに、リスク連関論という共通の判断枠組みの下に、包摂できるものとする客観的貴族論の主張は魅力的であり、また、刑法が統制システムとしての機能を発揮し得るためには、事後的、貴族的見地から切り取られる、実行行為は事前的、 行為者的見地から見ても、問責対象行為となりうることが予想されたもので、なければならないという帰結に執着する。これは、どのような行為を違法とすべきかという違法本質論の思考を控えめに考える立場を軸に、客観的因果貴族論を土台として事実的、評価思考の因果関係論を展開するものである。今日では、透析貴族論として評価されている。 なし日本警報学会、遠藤聡太、ありがとうございます。